左腕は骨折の可能性があるな。他に痛むところはあるか？おい、違う。いや、あんたがいい体すぎて興奮した。脳に異常かと思ったが、お前の場合それが正常だな。戻ってきた。生徒たちの計画通りだ。イリーナ、お前が育った世界とは違うかもしれない。だが俺と生徒がいる世界にはお前が必要だ。イリーナ、カラスマは？気がついた時にはもういなかったわ。ひどいじゃない、死神。私ごと爆破するなんて。いやあ、ごめんよ。ああでもしないと目的が達成できなくてね。僕らの世界は騙し騙されの世界だろ。別にいいわ。私もね、すぐ男を乗り換えるビッチだから。こいつ、そうか。思ったんだが、お前そんなに大した殺し屋か？一つ一つのスキルはさすがだが、爪も脇も甘すぎる。言ってくれるね。お前、顔の皮はタイで捨てたよ。変装のスキルを極める上で邪魔でしかない。さあ、お前を殺して顔の皮をいただこうか。どうなってるの？死神がない方、あっちがワイヤーだ。カラスマ先生する。おお、すごい。避けたまには破壊しなきゃ。ダメだ、ケイケイ。ナイフを立てて、それ見て、ケイケイに変えたって。同時なんか、なんかすごい戦いだ。何言ってるかさっぱりだよ。ミツ、わかるように説明しろよ。あえて接近戦に持ち込んだが、何を隠しているかわからん。長引かせてはダメだ。真実を言うよ、カラスマ先生。悲惨な境遇で育ったなんて作り話。あの女を引き入れるトークスキルさ。お前、僕の親は殺し屋に殺された。死んでも特に悲しくなかった。ただ目の前で親を瞬殺した殺し屋の動きに、僕はこう思ったんだ。なんて美しいスキルだろうと。僕は魅了された。暗殺とは美しいスキルの集合体だ。僕が極めたスキルの極意、ご覧に入れよう。死神の見えない鎌、わずか10口径、極小の弾丸を筋肉と骨の感覚に通し、大動脈に裂け目を入れる。大動脈は自らの血流圧で裂け目を広げ、大量出血で死に至る。死神にしかできない総合芸術さ。なんだ俺は。やっと決定的な隙を見せたな。死神でも急所は同じでホッとしたぞ。それはタコ丼。行書一本ならギリギリ外に出せまに。ジュースでダミーを。覚悟はいいな、死神。俺の大事な生徒と同僚に手を出したんだ。待て、僕以外に誰がやつをやれると。スキルならうちの教室に全て揃ってる。殺し屋なんてやめたらどうだ。職案に行けばそのスキルも役に立つぞ。